ヨシピーです。あとイグピーです。そしてカメラマンはエリピーです。今日はイクちゃんが T シャツを作ってくれたので6月の20日くらいに届く予定です。楽しみです。あの T シャツのデザインは後々発表しますけど、イクちゃんに第一とかに行くときに着てったらいいじゃんって言ったら苦笑いしてました。キルキル、キルキルキルっていうハサミで切るみたいな。切り刻む。ずたずた。そして今日やることはなんかちょっと太りました。嘘、本当体重測ってみたらわかんじゃない。あ、今日多分あのまた夜家でやることになると思うんですよ。予想がつくに、この後僕今度試験あるんで、1日1回寝たままぽっちゃり下半身倍速で引き締める10分トレーニングってやつをやってますね。あ、これ見てたらダメだ、これは見ないでね。10分トレーニングってやつをやります。果たして僕のお腹は今日も痩せるのでしょうか。最近ね、なんで太ったか分かったわ。飯うまいんだわ。食いすぎちゃってんのね、きっとね。食べ物とかもやっぱり気をつけた方がいいんでしょうね、きっと。で、自分でも太った感じするもん。うん、これ洗剤ですか。ん、あ、それね、あれね、ブリーチだよ。ブリーチ、ゆうちゃん大丈夫、ゆうちゃん、それ やっちゃうか。シュッシュッシュッシュ。洗剤ってどこ。あ、洗剤、ちょっと待ってなよ。よし、体重上がってるよ。110.3kg です。下がってんの、ちょっとずつ上がってる。右肩上がり。一番痩せてる時 109.1kg だったのに 110.3kg だから右肩上がり。計測時と比べたら 1.4kg マイナス。しかし待ってください、体脂肪は一番多い時は、ちょっと待ってね、体脂肪の一番多い時の数値は37% だったんですけど、最近の体脂肪は 31% です。つまりは筋肉はついてるけどしっかり痩せてはいるんですね。だから大丈夫ですよ。じゃあ今日も運動しますんでお願いします。
like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. Outdoors.
今あれ子供とエリカさんがあのエリカの、 あのお母さんのところに今日は行ってるので一人でやりましたけど、やっぱり一人は寂しいもんですね。自転車乗って帰ってきてすぐ運動したので結構いい運動になりました。途中少し失敗しちゃいましたけど、じゃあまた明日も頑張りましょう。おやすみなさい。